特定用 CT は2種類あります。太陽光発電の計測には 150A の CT を使用します。 CT は特定1に接続してください。太陽光連携ブレーカーの赤い電源線に特定 CT を取り付けます。 CT 本体ラベルの電源側が太陽光連携ブレーカー側に向くように取り付けてください。計測ユニットの特定 CT コネクタに特定 CT ケーブルを接続します。特定増設 CT 延長ケーブルと特定 CT ケーブルの特定1の 2P コネクタを接続します。特定増設 CT 延長ケーブルを壁面から引き込み特定 CT と接続します。これで特定 CT の取り付けは完了です。